足音立てんな。ゆっくり。いいか、ここには3台の監視カメラがある。特にこっちは入室する人の顔を押さえるために設置してあるんで、画角がタイトだ。そのため隙間ができてる。ちょうどここ、この地点が監視カメラ唯一の死角となる場所だ。そこに立ってるんですか？あ、そうだよ。いやでもこんなとこ突っ立ったら警備室から丸見えじゃないですか。僕がいない映像に切り替えてくださいよ。バカチンが。そしたらここにいるはずの俺も消えちゃうだろう。ああそうか、確かに。でもこんな危ない思いまでしてなんで近くに待機しなきゃいけないんですか？映らない廊下にいても。いいか、このサーバールームのドアが全開から閉まるまで約7秒だ。廊下にいたら間に合わない。なるべく近くに待機するんだよ。すいません。乃木、止まれ。おい、おい、頭出てる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 。おい、足、おい、肩、おい、鼻が出てる。お前乃木、さあ、よし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 、行くだ。痛くなってきたりしてね。疲れがなかなか取れない。しかしここはさっき乃木が言った通り、警備員が少しでも前に乗り出せばここに隠れてる乃木は丸見えだ。だからさ、あのほら、あんたは、はい、警備員をなるべく押し込んで話をしてくれ。わかりました。山本さん、いつでも。ああ、じゃあそろそろ行かないと。じゃあロック解除しますね。どうぞ。ありがとう。そう思いっきり開いて。ああすいません。なんすか。いや千葉さん、ここの設備詳しかったよね。うん、コンソール接続用の端末ってまだ中に置いてあったよね。ああそれが。乃木、行け。1年前にご自身で持ち込んでいただくことになったんですよ。7 6 5 4 3 2 1。山本さん、大丈夫ですか？どうかしました？おい、切り替えろ。あ、そうか。あ、いや、あ、じゃあ車に取ってこようかな。ふう、危